値段は疑え。はい、どうも皆様こんばんは。おはようございます。こんにちは。はい、こたパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。さあ、9月に入りましたね。これからいろいろガジェット系のラッシュが続くと思いますけども、月一恒例の、私が今、おすすめしたい完全ワイヤレスイヤホン、こちらの、2023年9月版、やらせていただきたいと思います。私の方で、いろいろ考えまして、今回は非常にコスパのいいモデルを選んで皆様にご紹介させていただきたいと思います。おすすめのポイントなんかもね、ちょっと書き出してね、頭の中でまとめてみましたので、その辺のお話できれば、嬉しいかなと思います。ということでですね、本日の動画ぜひ最後まで、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。役に立ったよと思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、高評価をねいただけるだけでね、動画作成モチベーションバキッと上がるんで、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、あっという間に9月になりましたね。ちなみに僕今月誕生日です。もういい年のおじさんになります。今日の本題である、9月版やらせていただきますので、ぜひ皆さん耳とね心少し、傾けていただけたら幸いです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、こちらがですね、今月ご紹介させていただきたいと思っているファイナルの ZE3000 という、完全ワイヤレスイヤホンのご紹介となります。まずね、簡単に、外観レビューだけ軽くしておきたいと思います。はい、ファイナルから出ております。こちらが正面ですね。多分蓋を開けるとランプがつきます。はい、でこちらですね、見てお分かりいただける通り、脂肪塗装が、施されております。非常に高級感のある、感じに仕上がっております。サイズとしては私の手にでもほぼ収まるぐらいですね。で、重量に関しては非常に軽いです。軽いんですけども、ロングバッテリーな良いイヤホンになっています。はい、それでは中開けていきたいと思います。はい、こちらがイヤホン本体となります。面白い形をしてますよね。今ピカって光りましたね。こちらのね、イヤホン本体の方にも脂肪塗装が施されております。はい、でしっかりファイナルのマークですね。イヤホンじゃなくてイヤピース外しますね。イヤピース外すとこのような感じになっております。まあ、とりわけノズルがね、長いとか、っていうのはないですね。まあ、ちょっと段差があって引っかかる部分があるんですけども、これね、専用の仕様のイヤピースが付属しております。それがね、まあこちらになるんですけども、おそらくなんですけども、このイヤピースのおかげで非常にいい音になるように仕上がっていると思われます。はい、まあ外観レビューなんですけども、はい、外観レビューここまでとさせていただきます。それではですね、続きまして、こちらの、イヤホンの製品概要を見ていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. はい、それでは、製品概要の方を見ていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、2023年9月版、今私が一番推したい、完全ワイヤレスイヤホンのご紹介をさせていただきます。完全ワイヤレスイヤホンは、ファイナルの ZE3000 となっております。
私はアマゾンで、今年ですね、今年の4月12日に 15,800 円で購入いたしました。まずは製品概要から見ていきたいと思います。2021年12月17日に発売で、癖の少ないモニターライクな音質が特徴です。ドライバーユニットの基本性能を高め、イヤホンの筐体内部の音響空間を利用したアコースティックな、音質調整により、イコライザーなしで十分に満足できる音質になるように調整されました。新設計の F Core 4 Wireless を開発し、非常に歪みの少ない部分を、実現しました。エッジと、振動板を分離したことによって、直径6ミリでありながら前後に振幅が必要なため、タンジェンシェルエッジと呼ばれるのを採用したドライバーユニット9ミリ相当の振動板面積を実現、振幅量を減少させました。対応コーデックなんですけども、 SBC-AAC、AptX、そして AptX Adaptive まで、対応しております。また 48kHz 24bit のワイヤレス伝送にも対応しております。有機的で大きな面で、耳に接する形状に比べ、接触面積を限定する形状によって圧迫感のない、装着感を目指しました。史上最強の装着感を実現するイヤーピースを同梱、抜群の装着感と、遮音性で好評のイヤーピースであるタイプ E、完全ワイヤレス専用仕様のものを5サイズ同梱しております。防水性能は IPX の4ということなので、まあ少しの汗ですとか雨なら問題のない、レベルとなっております。また仕上がりなんですけども、光沢感のある絞塗装が、施されております。またそれ以外ではオートペアリング機能も搭載されておりますし、片耳でも使うことができます。通信方式は Bluetooth のバージョン 5.2、バッテリー性能はイヤホン単体で最大約7時間、ケース込みで最大35時間、使用することができます。以上が、ファイナル ZE3000 の製品概要となります。はい、そしたらですね、私がまとめました、おすすめするポイント、表にしましたので一緒に見ていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、こちらのファイナル ZE3000、 私がおすすめするポイントは以上となります。以下見ていきたいと思います。まず1番、モニターライクで非常にフラット、しかもですね、解像度が非常に高いことから、スカスカスカという感じで聞くことができます。2番目、原音忠実で、癖の少ない音を奏でてくれます。3番、軽やかなサウンドで長時間使用しても全く疲れません。4番、有線イヤホンとほとんど変わらないぐらいの明瞭さを持ち合わせております。5番、バッテリー性能も高く安心して没入することができます。6番、ボーカルとの距離がしっかりと定位していて聞き応えが最高です。私が、リスニングして良いと思った音楽ジャンルはポップス、ジャズ、カントリー、クラシックです。もうこれだけのね、高音質なイヤホンが2023年8月の24日、今収録している時点でですね、 Amazon で 15,735 円で購入できるという超超超コスパモデルとなっています。そして、製品概要の方にもありましたが、新しい、タイプ E 完全ワイヤレス専用の仕様であるイヤピースなんですけども、耳の穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、装着感そのものを最小にすることで史上最高の装着感を実現しております。SSSMLLL の5サイズを同梱しておりますので、必ず、自分に合うサイズが見つかると思います。好みによって選べますので、こういうところもおすすめしたいポイントとなっております。以上9つの点なんですけども、もうこれらがパーフェクトなため、今月はこちらの ZE3000 を選択させていただきました。
それではね、まとめに行きたいと思います。はい、ただいまですね、本日ご紹介させていただいている完全ワイヤレスイヤホン、こちらのファイナルの ZE3000、 こちらのマイクの性能を検証しております。音量音質いかがでしょうか？明瞭に届いておりますでしょうか？いかがでしょうか？こちらが、ファイナルの ZE3000 の通話品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。はい、通話品質めちゃくちゃいいでしょびっくりするぐらいいいんですよこれ。はい、ということで、早速ね、まとめの方やっていきたいと思います。本日はですね、ファイナルから出ております ZE3000 という完全ワイヤレスイヤホンのレビュー、そしておすすめをさせていただきました。本当はね、あれよりももっとおすすめしたいポイントもあったんですけども、まあギュッと絞った形で出したかったので、項目としてはああいう感じになりました。でこのイヤホン何が素晴らしいかっていうとですね、本当にね、有線イヤホンクラスの解像度ですとか明瞭度ですとか、その辺を持ち合わせているんですね。まあ当然完全な有線にはちょっと一歩及びませんけども、それに近いくらいのこう、なんだろうな、すごいクリアだし、空気感がものすごいね、こうピーンとなってるような感じで、音に関してはズン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 鳴るんじゃなくって、必要な音が必要なだけの量、そして必要な場所で鳴っているっていう、本当にね、各楽器がどこにあるのかっていうのがよくわかるイヤホンなんですよ。これがね、1万5、6千で変えてしまうっていうのはね、今でも変えてしまうっていうのは、素晴らしいことだなと思いますし、もしね、フラットな傾向の音が好きな方、モニターライクな、癖のね、少ない音が好きな方にはもう本当にこれはおすすめです。私もね、そこまで期待せず、でもやっぱりこのフラット YouTube の撮影の仕方として、モニターヘッドホンを私がするようになったのが、まあ今年からかな、うん、それぐらいからで、これね、オーディオテクニカのモニターヘッドホンになるんですけど、非常にね、雑味が全くない、本当に癖のない音を出してくれるので、でこのヘッドホンに、編集してる時は普段まあつけっぱなしな状態なわけですよ。なのでこれに慣れちゃってても全然ね、音がね、量感が全くないとか、そういう印象を受けなくて、フラットが好きになったきっかけっていうのがこのモニターヘッドホンなんですよね。自分はどっちかというといわゆるドンシャリ、まあ派手めな音が好きなんですけども、このフラットの良さっていうのを知ってから、やっぱりリスニング用でね、いろんな帯域を誇張したり少し増幅させたりとか、まあイコライザーで調整とかっていう部分があるんですけど、今回ご紹介ねさせていただいたイヤホンに関しては全くイコライザーなんていらないし、もうそのなんだろう、素の音がもう原音中立にほぼ近いと思われる音がするので、もうこれはこのまま出してくれたことでに感謝したいっていう感じですね。確かにね、ノイキャンだとかアンビエントだとかで、その辺の機能はありませんけども、ありませんけども必要じゃないんですよ。本当にね、このイヤホンを愛用している方っていうのは本当に原音忠実な方だったり、あとは雑味のね少ない、あとね、そう、面白いのがレコード回して、そうするとで真空管アンプで通して鳴らすと結構ジリジリとノイズが入るんですよね。でもそのノイズもね、すごい気持ちいいと思えるぐらい音がいいんです。はい、なので今月ね、9月版としてまあご紹介させていただいたんですけれども、もしね興味が湧いてどうしようかなと思ってくださる方いらっしゃいましたらね、多分視聴できる場所はまあほぼないとは思うんですけども、
私としてはおすすめさせてもらいますし、私がね信じた情報以外にも他の YouTuber さんがたくさん YouTube 内でレビューされていますので、そちらの方から即保管できる情報を、まあ、ゲットしていただいてご納得いただけたらですね、購入リストの一つに加えていただいても、いいんじゃないかなって思えるぐらい、非常にいいイヤホンとなっております。ということで以上が9月版となります。また来月は何にするか、結構ねこの企画自分でも楽しめるようになってきました。苦痛じゃなくてこういうところを見ればこういういい点が浮かんでくるんだなっていうのをね、新しく買った時っていうのはもうドキドキしてるから冷静でなきゃいけないんだけど、ちょっとやっぱりこう上がる部分があると思うんですよ。で少しねずっと使ってて落ち着いたところでこう自分の中で振り返ってみると、あこういう立ち位置のイヤホンなんだなとか、ちょっとカラーが変わったかななんて思うこともあると思うんですよ。もしかしたら、そういう中であってはカラーが変わらない、だから私みたいにこうドンシャリが好きな方からするとちょっと無機質で味気がないように感じられるかもしれないんですけども、そんなことは何だろうな全くなくて、このイヤホンまあ聞いてもらえばもう一発で分かると思うんですよ。非常に澄んだ音がするので、ドンシャリが好きな方でもこれはいけると僕は思うんですよね。実際自分がそうだったんで。ということでですね、アホなことを言っていない、本日の動画はここまでとさせていただきます。私とはねまた次の動画でお会いしましょう。まだ残暑があるんでね、体調気をつけて、頑張ってください。お互い素敵な音楽ライフ送っていきましょう。はい、それではですね、9月版ここまでとさせていただきます。それでは皆さんごきげんよう、バイバーイ、また来月もやるからねー。